こんばんは。こんばんは。改めまして、こんばんは。ちょっと雰囲気がね、この人の雰囲気が変わっちゃいました。じゃあ続きまして予告通り第2部です。皆さん残っていただいてありがとうございます。1、2、3、4、5。大丈夫ですね。でですね、実はですね、2部始める前にですね、じゃあこの中にですね、今日お誕生日の方が一人いらっしゃいます。お誕生日の方、はーい。あそこに見えるね。おめでとうございます。お祝いの歌をね、歌いますね。はい。Happy birthday to you. Happy birthday.2部の方ね、そうですね、第2部は第1部はちょっとね、渋めの選曲だったんですけど、第2部は、ビートルズ のヒットナンバーを中心にお届けをしたいと思います。知ってる、ご存知の曲があったらぜひね、一緒に歌ってください。歌ってくださいね、約束ですよ。はい、行きましょう。ダラララ
ありがとうございます。セカンドステージはね、おめでたい、ハッピーバースデーから始まりました。改めておめでとうございます。ちなみにね、はい、僕はね、はい、10月22日生まれで、はい、ちょうど1ヶ月前、あ、僕も一緒なんですよ。行き別れた双子の兄弟がここで出会った。そういうことではない。そういうことじゃない。じゃない。じゃないです。ちなみに血液型も一緒なんですか？ B。O 型で A 型で。B。B 型だったんですか？僕ね、ちなみに A 型なんですけど、B 型ってすっごい苦手で。昔 B 型の女の子にすごい振られ方したことが何回も。B 型ですか？やめましょう、はい、やめましょう。ここであんまりその、ね、個人的な思いを喋ってもですので、ということで、ね、セカンドステージも From Me To You Can't Buy Me Love Help ということで、お伝えしました。もう大ヒット曲ばっかりであります。ですよね。足の長さ以外はビートルズに負けないっていう気持ちで頑張ってますんで、引き続きいきたいと思います。じゃあ次の曲は、これですね。この間 MC でツッコミ入れられた、後ほど説明します。まずは歌をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
解説しましょう、はい、ゴビン&キングというクレジットなんですけど、はい、ゲリー・ゴビンという人とキャロル・キングが2人でゴビン&キングで、そのゲリー・ゴビンという人がちょっと前に亡くなったという、はい、ややこしいわ。ややこしい。ちょっとここまで自信満々に言ったけど間違ったらどうしよう。いや、でもそあの、はい、ゲビン&キングというのは、はい、キングはキャロル・キングです。あ、なるほど。で、確かあの黒人の3人の女性グループが歌ってましたね、これ。あ、そこまでの情報は持ち合わせておりませんかね。そうですか、はい、よかったです。今日ビートルズバンドやってる人いなくてよかったですね。あのそんなことも知らねえのかってこうたまにやじとくことありますんで、怖いですね。ということで、今日ね、3曲目になりますかね。星りんごさんが、はいはい、今日たくさん のお友達もお待たせしました、ね、美女とイケメンの軍団を連れてきていただいて、ありがとうございます。もうなんかね、演奏しても気になって仕方ないです。なんかもうこうキラ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 した感じ。水槽をやってますか、ね、水槽ね。あの目があった時目そらさないでくださいね。次はじゃあ こっちこの辺を中心に、この辺中心に行きましょうか。このお客さんですから。いやあのこちらのね。じゃあ行きますよ。ワン、ツー、スWe'll be right back.
ど。今日は気合入ってたね、一段と。青汁。青汁。美女がこう、こう360度ですね。360度、180度です。ステージの我々もイケメンだと自分たちは思ってます、はい、でもメンバーの家族は自分の旦那が一番イケメンだと、いつもおっしゃってますね。それでこそね、愛のある平和な結婚生活が届かれる。うちなんかに、ね、羨ましいですね。もううちなんかも臭いとかね、なんかいろんなこと言われて、ほとんどインフルエンザじゃないのに隔離されてますから。ありがとうございます、まあ、この間ライブ来てくれまして、どうだったって聞いたら疲れ様ってだけ言われました。でその後娘がお父さん洋服買いに行こうって言って、一人の相手で娘3人いるんですよ。順番にこうね、空いてる日見つけてくるもんですよ。大変な目に遭いまして、もう家族呼ぶだけで大散財したという。ちょっと僕今ね、はい、歌ってる最中に大変なことに気がつきまして、はい、どうしました？いつも結構ね、ビートルズが中学ぐらいから聴いてるんですね、僕ら。もうかれこれです、30、40年前ぐらい、はい、で当時歌詞を聴いて耳で覚えてね、はい、意味わからずに適当にこうフレーズでこうね、Thank you, last year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  って意味わからずに歌ってるじゃないですか、はいはい、英語よくわかる人たちがいるなって気がついて、はい、まずいって。そうですね、そうなんですよって思っちゃったっていうことは言わん方が良かったですかね。はい、はい、どうぞ。はい、最初から、はい、気づいとった、気づいとって、はい、彼女が英語圏っていうのを分かっとって、たまにクッて笑うんだよ。なんか、あれっていう、でも頑張ってるなんかをすごく出してくれる。そう、素敵な2人。素敵ですね。そう、はい、そこが狙いです、実は。それも見れる楽しさ、このライブ。オールマイラビングって、ラブって L-O-V-E ならいいんですけど、ラブって R-U-B に聞こえると擦るって意味なんですよね。オールマイラビングって、僕は君を一生懸命擦ってるっていう。愛してるじゃなくて、擦ってる擦ってるって言って、痛いわ痛いわ、はい、そういう歌になっちゃいます。いい歌なんですけどね。ということで、ちょっと雰囲気を変えまして、じゃあちょっと、イケメンの旦那に緊張してもらう曲いってみましょうか。最近とても我々のバンド気に入って、やってる曲であります。いいかな、セバスチャン。はい。セバスチャン。はい、行きます。はい、行きます。ミスタームーン
ではもう一曲で、はい、しっとりとした感じの曲をお届けしたいと思います。よろしいでしょうか。まだ紹介したい中西隆、ジョージ・ハリス
やります。しかし、我々のチケットはほとんど売れておりません。我々心平和ではありませんので、もしよろしければ後で声かけていただけるとですね、宣伝します。よろしくお願いします。チラシたくさんありますので持って帰ってください。お願いします。ありがとうございます。ということで、縁も竹縄でございますので、さらに竹縄にしてまいりたいと思いますので、ロックンロールミュージックなんかちょっと行ってみたいと思います。以上か、はい、よろしいですか。皆さんついてきてくださいね。プリーズキャッチアップアス、プリーズ。はい、ワン、ツー、スリー、パWe can't
イソハサミみたいな、ロール・オブ・ベートーベン、皆さん乗ってくれてますか、楽しんでいただけますか、傷ついちゃった自分が悪いです、はい、ということで、じゃあメンバー紹介を改めてさせていただきます。ジョン・レノン、日本人ですがセバスチャン、ジョージ・ハリスン、中西隆、日産自動車ではありません、トヨタです、トヨタです、リンゴスター、星リンゴ、そうですね、青汁さんって呼ばれる時も一体本名は何なんだろうっていうことなんですけど、まあ、青汁さんが星リンゴって呼んでもらえればちょっと返事しますから、はい、で私があの、はい、えなりかずきです、受けた受けた、よかった、久しぶりに受けましたね、ありがとうございます。いや、よく似てるって言われるんですよ、はい、でも向こうの方もゴルフうまいしお金も持ってるんですけどね、どっちがかっこいいかって大体似たようなもんだと思います。村田と申します、よろしくお願いします。皆さん長丁場ありがとうございます。じゃあね、私の方も、個人の、歌が彼氏になりたいっていうのを最後に歌わせていただきたいと思います。最後じゃないです、ザ・チェインズの私の歌の最後なんですけどね、どうもありがとうございます。では、行きたいと思いますけどよろしいでしょうか。あのビヨンマンで、そこ結構ね、これは歌詞には自信があります。4行ぐらいしかないんで、同じ歌詞何回も何回も作業、発音には自信がないかもしれない、まあ、大丈夫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 、ビートには自信があるからね、ビートには自信がありますから、はい、じゃあ行きたいと思いますけども、いいですか、トマスちゃんと2時代の話、飛ばしましょうか。
はい。なんかすごい面白そうだったんだけど、いやいやいや、もうこれはねもう、もうちょっと後のねディープな世界で、はい、お願いします。はい、ディープな世界でね、はい、ありがとうございます。残りもう2曲でございます。本当ね、我々はもう本当楽しかったです。ありがとうございます。皆さんもきっと楽しかったですよね。楽しかった人、はーい、ありがとうございます。そうまんざらでもない感じで手を挙げていただきましたね。ありがとうございます。ということで、最後2曲はですね、みんなで、カモンカモンってかね、これ三ツ矢サイダーのコマーシャル、ロッテのガムの宣伝、ロッテのガムか、ブラックブラックで使う、ブラックサバスじゃなくて違う、ブラック、まあいいです、すいません。それともう一個は、シスターじゃなくてみんなでああってやる、続けてやりますんで、よかったらぜひ参加してください。カモンとあー簡単ですからよろしくお願いします。はい、じゃあラスト2曲盛り上がっていきましょう。
ただけるだろうと思ってたんですが、実際いただけるとほっとします。ありがとうございます。こういう時にね、何かリクエスト曲あって聴けるととってもかっこいいんですけど、今日はリクエストはあらかじめいただいたリクエストが、あらかじめいただいてるリクエストがございましてね、岡崎に帰れっていう歌が、はい、それと、また来いよっていうやつですね、2曲リクエストをいただいておりますんでね、2曲も歌う、皆さんお時間よろしいですか、もうそんなチェインズの曲2曲も聞きたいですよね。ありがとうございます。我々やりたいです。じゃあ、全部日本語で歌うとちょっとあれなんで、ちゃんと正式なやつから、あの飛行機が飛んでくるやつからいきますか。ガタンゴトン飛行機、最近の飛行機ガタンゴトンって知ってますか。飛行機飛ばしましょうか。
ありがとうございました。ありがとうございました。